冬にしか咲かない花も当然あるんで、それを求めて山の奥までリュックを担いで、奄美の冬を静かに盛り上げるのはユニークな植物たち。赤い小さな花が集まったイチゴのような花や、ラッパのような姿のものまで。希少な植物は盗掘の対象にもなっていて、島の人々は啓発活動にも力を入れています。冬には子育てや繁殖で奄美周辺の海に南下するザトウクジラも楽しめます。冬はもう本当に奄美の自然観察やってる人にとってはありがたい活動期ですね。10度を下回ることがあまりないため、カエルたちも冬眠しません。中にはこの時期に繁殖を迎える種もあるといいます。収束した暁にはまあ見に行きたいなというふうに思ってもらえたら、まあいろいろお世話になった奄美の方たちへの恩返しにもなるのかなというふうに思ってます。